無敵最強王者ブラカナチュラルコンプレッシャーたけるUFC 勝ち込み格闘技ゲームチャンネル。タケル VS 燃えたい最強ジャーブラックアウト勝ち込み、はい、少女様のリクエストを答えていきます。まあ、この対決でもやっぱこう世代間を超えた戦いでやっぱ見たい人多いみたいね。まあ、このブラックアウト選手ね、やっぱ蹴り強いんで、ここをどうやって崩していくかっていうのがタケル選手の試合のポイントになってくるかなと思います。 OK、このミドルキックも、おお、打ってくるな。これを、まあ、もらいすぎてもあかんし、でもかといってね、これ壊そうとして、こっちの足壊してても意味ないんで。OK、まあ、パンチの勝負、まあでもパンチの勝負もな、バーガー選手別にパンチ弱いわけではないんでね、まあ、どのように調理していこうかなというところでございますね。まあ、カットめっちゃされようから、それバレとんねん。ここまっすぐ行きすぎてんやからな、まあ。プレッシャーどんどんタケル選手かけてっていいんだけどね。このタケル選手にあんま似てへんねんね。そこは申し訳ないです。OK。雨漏りか？なんか、上から振ってたけど、もうええか。しゃあないしゃあない。OK！ まあ、このね、感じでこう、ぐん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 行くのが、これがもうタケル選手ですから、まあ、そこはちょっと、プレーとしてあんまりぶらさないようにしたね。まあ、ほら、あんまこう、ローキックバレとったらね、さっきみたいにダメージ食らうんで。OK！ で、こう、膝を、あ、ほら、あ、合わせられるよ。OK！ただパンチ力あるんでね、やっぱ武尊選手も。ここをね、見せていきたいところですから。まあ、ブアカー選手もその甘い選手じゃないんで、ここをどのようにかいくぐっていくかというところ。ミドルもなかなか入れない。前蹴り、この顔への前蹴りね、小昼松選手もやりまくってましたね。これはまたブアカー選手の魅力的な部分になってきますからね。このショートフックはね、結構ね、カウンター取りやすいんで、前手のね。OK、 前蹴り、壁の前蹴り、これも気付けながらね、距離あったらこれストレートかな、やっぱで、この滝戸選手得意のこの前蹴りね、どん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 追い込んでいくっていうね、この距離的にはこの距離の方がいいんかな、ブラックアウトで切られへんかな、あー、いったー、あー、いったー、来ましたね、ちょっと、タケル選手の、その多彩な技についてきてない印象がございます、バーガー選手。で、この、なんつうかね、ヘッドスリップをこう頭下げたところ、アッパーで勝ち上げるとかね。おー、あ、カウンターパラだったな。はい、第1ラウンド終了。ちょっとダウンの数的な部分で、ちょっとバーガー選手取ってるかなと思うんですけれども、でも全然押しとるよ。そんな両方かなりこう致命的なダメージを受けた印象はないんで、さあ第2ラウンドに移りたいと思いますね。わ、入っとるわ。はい、第2ラウンド、タケル VS ブアカオ、レッツ勝ち込み。ああ、これ結構ええ感じ入ったんちゃうかな、これね、これなんですよ、武田選手はね。ずん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 いくからね。ローキックはちょっとカットされたのが気になるな。まあ、もうちょっと行きたいんけどね、ローキックで。距離とったら蹴りくるんでね。ボーカー選手がまだあんま蹴りつけないからやりやすいね。こんな強い蹴り持っとんのよな。もう蹴れない距離で戦ってるんだよ、武田選手。あれカウンター上やられたな。前手のオーバーハンド結構入んねんな。このなんていうかな、飛び込んでいく感じ。このワンツーをワンツーワンツーワンツー見せてのフックとかね。あ、ほら、これ店のパンチっていう、ね、ズン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 いくね、タケル。あー、カウンター、
ローで崩してもありやけどな。でも時間の部分考えるとやっぱもう打撃戦で行った方がいいんだけどな。なかなかええ試合になりましたね。思ったよりもうちょい、まあそうやな、ブラックアウェイがちょっと圧倒するのは難しいから。入った、うん、入った、うん、あーこれもらったな。いやこれはちょっと致命的なダウンもらいました。武田選手ちょっとそうですね、スタミナの面も考えるとちょっと今はブアカワ選手リードかなと。判定でもとちょそのスタミナの面でも、ね、ダメージ的にもちょブアカワ選手リードみたいな。ブアカワ選手の左目見ていただいたら分かるようにかなり散れてるんですよ。ここはあーいった、うん、そうですね、ちょっとスタミナを使ってませんだけど、ね、ダメージは結構与えてるんですね。こっちもダメージちょっと与えられてるからな。あ、外した、うん、狙っとってんけどな。あー、入れられた。あー、うん、ちょっとダメージが、うん、もらいすぎかな、武田選手。あ、ブアカーもそんなやっぱ甘い相手じゃないね。パキル選手のマックスで1試合でダウン何回が最後なの？多分1回かな。僕の知っとる限りは1回か、今までの試合でね。こんなもらうことないんでね。今までで1回ちゃうかな。これちょっともらっとるわ。さあ、最終ラウンド。ここから挽回になるか、タキル選手。今までのところやっぱちょっとブアカーがリードかな。入った。入ったー、こらー、綺麗に入ったな。いいよいいよいいよ。でも第2ラウンドを考えるときはもうちょっといかなかった。あー、決まった決まった。うん、でもいいよいいよいいよ。やっぱパンチの打ち合いになったでしょ、武田選手がこの距離リードしちゃうな。あ、いたー。あ、うん、これはちょっと武田選手のショータイムが始まってますね。さあ、第3ラウンドで少し武田選手がリードを奪っているなという試合になっている。もうちょっとこうゲージ際に寄せていくというのは武田選手ね。こっからどう攻めていくかというところですね。あ、入った入った、このローキック、うん、むずいな、なかなかここの辺りを。あ、OK、ナイス。ちょっとパンチバレてるんですよ。あ、これ気づくな感じ。これほんま気づいな。さっきの飛び灰ね。ちょっとさっきのモールもらってもだな。入った。ちょっとクソやね。これね、もうちょっとほんま行きたいねんけど。ブラカーも一発持っとるからな。なかなか難しいね。いや、思ったより白熱した戦いになってますね。タケルバーサスブラカーを。世代を超えた一世紀の一戦いう感じですね。あ、まずいな。あ、こら、こら、こら。あー、ボディもらった。さあ、ほら、どっちやろな。あー、いったー。
第3ラウンド大逆転勝ち、タケル選手の引き勝ち。入ったな、これはでもかなり強めた、うん、でもなんかどこ入ったのな、首みたいなのが入ったのかな。あー、側頭部か、ちょっと微妙な感じ入ってますね。あ、どこやろな、耳の後ろみたいな感じやな。あー、決まりました、タケル選手のバック転決まりまして、タケル選手の受け勝ち。タケル選手はこれあんま似てないわ、正直あんま似てないわ、全然似てないって言っても言われてもこれは文句言えへんぐらいのクオリティになっちゃってますね、タケル選手。うん、不破感もこれちょっと誰やねんいう感じですね。はい、タケル選手の受け勝ち。それでは視聴者様のリクエストに答えていただきたいと思います。はい、動画アップしたいと思います。それではありがとうございました。 UFC.com 格闘技のバーチャルスピンチャンネル登録オスタップ満月暴走ボブサップ。